集なんですが、この鯉の木ですね、小赤の鯉の木を食草にしているカミキリムシ。オスですね、オスは、これはまあ中型なんですけども、大型のオスになると足がすごく長くなって、タイ語では、タイ語を日本語に直訳すると、クモカミキリという名前がついているぐらい、クモのように足が長くなります。触覚と合わせて八本なんで、そう見えるんだと思います。これは触覚を植えてる、捉えました。こんな感じ、標本にするとこの黄色が、真っ白になっちゃいます。こう見ても足は短い方じゃないですよね。